こんにちは。生態ニコニコスタイルのデロです。本日もダウンブレードき、ありがとうございます。ということで今日はですね、トレーニングとか、体操をした後ですね、体がだるくなったりしますと。重くなったりしますと。それはなぜですかという、ご質問いただきましたので、お答えしていきたいと思います。ね、あなたも、あなたの今あるですね、腰痛だったり、膝の痛みだったり、肩こりだったり、ね、なんか調子が悪かったり、そういうのを改善するためにトレーニングをしたりですね、体操をしたりとか、いろいろ頑張っておられると思います。で、その時にですね、本来そのトレーニングや体操をした後というのは、だるくなったりせずにですね、軽くなったり、痛みが改善したり、気持ちよくなったりですね、そういう風にならないと、本来は、おかしいですよね。体を改善するためにやってるわけなんで。なので、その後はそういう軽い体になって、楽になって。で、次の日もですね、その楽な状態でいられると。より楽にいられるというのが、一番いいわけですけれども、なかなかそういうふうにね、うまくいかないことって結構あります。で、これはですね、あなただけではなくてですね、私自身もそうですし、私の整体院に来られている方の中にもですね、いらっしゃいますということなんですね。なので、それがなぜなのか、ね。私もこれをですね、すごくいっぱい経験をしてきておりますので、このね、だるいのね、体操して、特にその後しばらくしてからとか、直後はいいんですけど、その後しばらくしてからとかですね、何時間か経ってからとか、あと夜になってからとか、あとは次の日とかね、めちゃめちゃ体が重いとか、だるいとか、しんどいとか、ね、いろいろ経験してますんで、そういったところをですね、なぜなのかっていうところをいつもね、考えてました。ね、せっかくしたのにね、やっぱだるかったら嫌じゃないですか。なんでいろいろ、考えたり、いろいろね、研究してきて、その結果ですね、3つ原因が考えられますので、その3つについてね、お届けしていきたいと思いますので、そういったことをね、知りたい人、ね、続きをですね、見ていただくといいかなと思います。ではですね、まず一つ目からいきたいと思います。一つ目。これは非常にシンプルです。やり方が間違っているってやつですね。正しくできてない。正しくできていない。これが一番、よくあるパターンかもしれないですね。トレーニングをしたり、体操後に体がだるかったり、少ししてから、ちょっとだるくなったりとかですね。そういった時の原因として正しくできてない。要は間違ってしまっていると。間違っている。で、どんな間違いがあるかっていうと、いろいろな間違いがあるんですけども、間違っているですね。いろんな間違いがあるんですけども、それはまた別のね、動画で、お伝えしたいと思いますので、間違っているね。で過去にも、解説したのがあったかもしれないですけども、間違ってるとなってしまうんで、当然ですよね。これは当然なんで、間違ってたら全然ね、効果が出るどころか効果が落ちますし、より悪化してしまうということはよくあることです。で、間違ってることに気づいてないかもしれないですよね。気づいてるにしろ、気づいてないにしろですね、気づいてないわけですね。ないからこういう質問出てくるんで、なんで、自分が気づいてないんですね。間違いがあるかもしれないですから、そこをですね、チェックしていただくというのが、まず一つ大事ですね。で、二つ目に、これ体の力みですね。力み。緊張ですね。動きとかですね。やり方自体は、ね、見た目上ですね。ちゃんとできてると。ね。うまくできてるな、というところでも、やっぱりですね、どこかに力みがあったりとか、どこかが、緊張してたりする。で、そのままで、やり続けてたりすると。結構ですね、このトレーニングとか体操に慣れてくると、だんだんこの長い時間できるようになります。ね、量をたくさんできるようになってきます。そうすると、こういう力みとか緊張が、わずかながらでもあるとですね、やっぱそのままやってると、少ない量だったら大丈夫なんですけども、やっぱたくさんやってるその力みが、緊張が蓄積してきますので、それが疲れとか、だるさとかですね、しんどさとなって後から出てくると
ということになるわけなんですね。なので、力みとか緊張がないかどうか。ね。この力みとか緊張もですね、自分で気づかないところで力んでますので、そういったところをですね、発見していく。まあ自分自身で発見する方法もあるでしょうし、まあ誰かに指摘してもらわないとわからないという場合もあるでしょうけども、まあその力みをより減らしていくというのが二つ目になります。で、あと三つ目はですね、まあ脳の疲れですね。脳疲労。まあ、脳疲労すると頭蓋骨がずれたりもするんですけども、まあ、頭の疲れです。で、これはですね、あなたも多分経験あると思うんですけども、初めてのことをするときとか、初めてのところへ行くとか、いうときって、疲れますよね。初めての人に会うとかもそうです。結局私たち、初めてのことを、初めての人に会うとか、初めてのところに行くときに、どうしてもですね、この、わかんないことだらけなんで、まあ、不安もありますし、わかんないことだけだらけで、気も張りますし、ね。その分、やっぱりですね、普段は、気づかないような、疲れっていうのが出てきます。それがですね、まあ、脳疲労となって、頭の疲労となって起こるというのが三つ目になります。で、これはですね、特にトレーニング、体操をしていて、慣れない動きをしたりとかですね。あるいは、今まで動かしたところがないところを動かしたり。例えば、まあ私の整体院でしたら、肩甲骨だったり、この骨盤ですね、骨盤。このあたりを最初ね、動かすような、まあトレーニングとか体操をするんですけれども、まあそこら辺、骨盤とか肩甲骨って動かしたことがない人が、まあほとんどなわけですよ。で、動かないんですよ、最初。で、動かないものを動かそうとしているとですね、やっぱ脳疲労しますし、あるいはこの動いてきた時に骨盤が、あ、なんか動いてきたぞとなった時もですね、今まで動いてなかったものが動き出してますから、その分ですね、今まで使ってなかったら、その運動神経が疲れます。使ってなかった運動神経がね、シナプスを出しながらシュッってこうね、電気信号を流すわけですよ。そうすると、やっぱ脳疲労を起こすと。ね、脳がエネルギーがね、足りなくなってしまって、まあね、脳疲労を起こすということになりますので、まあそういうふうなことでですね、トレーニングとか体操をしてると、もしかしたら脳疲労してくるかもしれないので、やっぱその辺も加味しながらですね、途中ちょっと肉体的には大丈夫だけど、なんかね、だるくなってきたとかね、この辺がぼーっとしてきたりとか、それがまあ脳疲労ですけども、そういったことになってきたら、肉体は元気でも、やっぱ休憩した方がいいということになるわけなんですね。っていうふうに、まあ大きくはこの3つの原因ですね、正しくできてないか、力み緊張があるか、脳疲労をしているか、もしくは、まあ、この三つのうちのどれかが、まあ、ほとんどですので、この三つのうちのどれかなっていうのを、まずあなた自身がですね、この、だるい時に見直していただいて、一番だったらね、これやり方をね、ちょっと正しく身につける必要があるでしょうし、もしくは力み緊張の可能性があったら、それをより脱力してやっていくとか、より脱力できるトレーニングをするとか、いうふうなことが必要でしょうし、脳疲労してる場合は、ね、やっぱりその、ちょっと量をね、ちょっと、やりたいのはわかりますけども、ちょっと減らしてとかね、途中ちょっと合間で休憩を入れたりとか、あるいはその脳疲労を途中に解消するね、脳疲労を解消するエクササイズ話を間でやりながらやっていくという風にしていかないと、やっぱね、だるくなっちゃいます。で、だるいとやっぱね、精神的にやっぱりしんどいです。まあもちろん体が変わったりしてきてるっていうのの、まあ、ね、それの結果として出てくる部分ももちろんありますね。脳疲労とか特にそうですけど、ね。いろいろ動き出して、ね。使ってない運動神経が働いてきて脳が疲労するっていうのはもちろんありますけど、やっぱしんどいはしんどいので、それはあんまりない方がいいです。まあ私自身もいろいろ経験してきたりして、まあなんかすごい変わったなって感じがした後にだるくなったりとかして、なんかそれはそれでなんか自分をこう、ね。追い込んだぞっていうなんかね、勲章みたいな感じで、最初は喜んでたりもしたこともあったんですけど、やっぱその長期的に見るとあんまりこれはない方がいいかなっていう気はするんです。ただやっぱこれは、まあある程度経験は何回かした方がいいですけど、あんまりやっぱない方がいいんで、そのためにやっぱこの辺ですね、気をつけてやっていくのがいいのかなと思いますので、ちょっとね、自分がどれなのか、あなたがどれなのかっていうのはちょっと確認していただくといいかと思います。そして、
ね、気持ちよく、楽しく、トレーニングとか体操を続けてですね、より改善していかれるというのが、まあ一番、スムーズかなというふうにも思っておりますので、まあそんな感じで気をつけていただくといいかもしれないです。またですね、これ聞いてですね、なんかちょっと感想があったりとか、ね、わかんないところがあったりとか、やってみてね、ここでしたとかね、ありましたら、下のところにコメントとかですね、あるいはその、全然違う動画でもいいので、これやってこうなりましたっていうのを入れていただいてもいいですか。このコメント、ここじゃなくていいですから。な、気にせず、ちょっとね、時間かかったりしますけど、一通りは全部見てるんで、今のところ全部私見てますので、この現段階ではですね、この動画が公開されている現段階では私全部チェックしてます。ただちょっとコメント自体はですね、ちょっと、1ヶ月、2ヶ月、ちょっと遅れたり、ちょっと忙しくてですね、ちょっと返せない時もありますけども、まあ、目は、全部通しておりますので、現段階では、この公開時点ではですね、今後ちょっとどうなるかわかんないですけども、なので、また送っていただけると嬉しく思います。またそういったものを反映してですね、これからまた動画を作っていきたいと思います。ということで、まあ、この動画がいいなと思った人は、下のところからチャンネル登録と、高評価マーク押しておいてください。ということで、ここまで終わりにありがとうございました。